ふむふむ。にゃんだって。タピオカミルクティーができるまで。どうもどうも。ニュース大好き、マスクニャンですー。今日は、来年から中学校で使われる予定の教科書の内容が明らかになったっていうニュースだニャン。文部科学省は来年の春から中学校で使われる教科書の検定結果を発表しました。若者に人気のタピオカも取り上げられています。中学 1,2 年生の地理の教科書では世界を学ぶ入り口としてタピオカミルクティーができるまでの過程が掲載されています。保健体育や社会、数学など多くの教科書で東京オリンピック・パラリンピックが開かれる前提で書かれた記述が多くなっています。また中学校の教科書としては初めて QR コードや URL を掲載したものが登場しています。文科省は全国の小中学校で児童生徒1人につきパソコンやタブレット端末が使えるように準備を進めていて、インターネット上の資料などにアクセスしやすくなります。地理、歴史、公民のほとんどの教科書には竹島や尖閣諸島、北方領土の記述があります。現在の教科書と比べてページ数に大きな変化はありませんでした。なるほど。でも東京オリンピック・パラリンピックの延期が決まったので、その影響がこれから出そうなんだにゃ。開催が前提の書き方をしている教科書はこれから訂正しなくてはならないんだって。今度の教科書は新しい学習指導要領を反映していて、自分で課題を見つけて解決する力を育てることが狙いになっているそう。そのため生徒が積極的に意見を言ったり、学んだ内容について話し合ったりして学習を深める内容が多いらしいにゃん。ページ数も全体では今使われている教科書よりは増えているみたいだにゃ。今回検定に合格した教科書は今年の夏にそれぞれの地域の教育委員会などが採択したら、来年の4月から全国の中学校で使われるんだにゃん。教科書を強化にゃーんちゃって。また見てにゃーん。チャンネル登録、よろしくにゃん。